いろんな、ちょっと大事だけども、ちょっとね、短い設問についてですね、まとめていきたいと思います。で、まずですね、内定皇族と外定皇族、これ外定皇族って言葉があまり言わないね。内定外皇族。内定外皇族、あるいは三宅皇族と言いましょう。これ一問ずつちょっと お伺いします。いや、この違いっていうのはね、これ意外と分かってない。なぜ、これなんで問題意識こうやって見たかっていうとですね、ちょっと、例えば、上位されて上皇ご夫妻が内定皇族いらっしゃる。で、国民が分かりにくいのは、内定ってのは、まあ、天皇の家族ですから、うん、親だから一緒に行っていいんですよ。内定費ってのあるでしょ、うん、あれは天皇のご家族と使う。うん、3億円なら3億円、みんなで分割して使う。誰がなんとか決まってない。内定で使う。内定ってのは天皇の子供、孫、分家してない。一緒なんです。だから、昭和天皇、今の上皇陛下、なる人、今の陛下。そして、最初は独立するまで秋篠宮さんは内定に入ってるわけですよね。朝芽とかね。ところが、出ちゃった。そして、分家したって。じいさまが使うじいさまって失礼ですけど、じいさまだから。ね、そういう意味では内定なんですよ。うん、で、内定ないっていうのは、前はね、それみんなで皇位継承になってた皇太子も内定にいたから、うん、お金も3億円で一括でいいんだけれども、その、普通の三宅皇族っていうのは皇族費っていうのであるんです。はい、それは当主とその奥様と子供の額が違うけれども。うん、それでね、割り当ててやった。それで、秋篠宮様は皇嗣になったから、皇太子の家としての格式を得たいということで、三宅皇族だったのに皇族費を4倍ぐらい上げたわけですね。待遇も変わったわけです。だから本来ならば、愛子様が皇太子になって、皇嗣と継げば内定費だけで済むわけです。すべて。で、上皇陛下はまだ生前退されたから、一緒におられるけど、あれで済ませる。一つの内定が。で、三宅皇族は一緒なんですよ、みんな。うん、三笠野さんも高丸さんも。うん、もちろん、上様か内親王かで額は違いますが。それが、皇嗣家になったために、つまり、待遇を将来の天皇を育てる家だから。本来は内定費でやるべきものなんだけど、内定費もらえないから、別に額は上げましょうってことになったんで、特別扱いしてるように見えちゃう、ね。それは、皇位継承権を。皇嗣になったということによる結果ですね。うん、なるほどね。だから そこはちょっとまたね、議論されてるところで、ね、おかしいなということですね。うん、その辺はちょっとね、これ自体も深めるともっとね、いろいろは出てくると思うんですけど、ね、ちょっとこれを念頭に置いて、また今後ね、やるということにしたいと思いますね。2番目はですね、今のことと関連してたんですけどね、まあ、秋篠宮家というのは、あくまで直系ではなくて、老系になるわけですね、弟ですからね。で、ここに皇位が移るのは、事実上の、こういう、まあ悪い言葉で言うと、皇位三奪になるんじゃないか、あるいは王朝交代になってしまうのではないか、というような、ご質問が来ていたんですけど、ね。まあ、兄弟相続あったからね。これは冒険相続、皇位三奪って言っちゃうと、うん、やっぱりそれは、ちょっと違う、ね。違うね。だから、要するに、皇位継承の順位がね、愛子様を先にするか、悠仁様を先にするか、で、変わっちゃうんで、うん、久人様がいなかったら秋篠宮さんに皇位継承に来ないんですよ、実は。なるほどね。そうですね。久人様がいるから、久人様がなるから秋篠さんがなれると言って失礼だけど、そうですよ、ね。いらっしゃらなければ全然関係ない。だからこれは皇位三奪とは僕はまた違うと思うんですね。ただね、冒険から入った例はね、最近で江戸時代にあります。はい。118代桃園天皇から119代降格天皇というのに移るんですよ。うん、これは江戸時代。うん、つまりね、降格天皇というのは何かというと、3代前の113代東山天皇から分かれた、甲斐宮家の末裔なんですよ。うんうん、これは荒井白石がね、やっぱり宮家が耐えるの、皇位が耐えるのを心配して、新しい宮家を作ったんですよ。かつては伏見宮、桂宮、アリスガの宮と三宮家がずっとあったけど、古い時代からもう血縁も解くなんて、今だってね、言われるように、そういう古い時代の血縁じゃなくて、江戸時代でさえそう思ったんですよ。だから東山天皇の弟さんを、新しい宮家建てて、愛の宮家作って、やっぱり惚れ見ろ、ということで、天皇に入れた。これは皇位三奪というより、やっぱり親王家ってのはね、兄弟の三代目が入る。
だから今で言えばまあ弟が継承したって別にいいんで、弟の子供が継承するってケースだって実はありえるんで、小遺産出すのはちょっと違うんですよ。なるほどね。それと古くではね、26代継体天皇、うん、これが15代王大天王神天皇からの5代目って言ってね、系図見ると分かるけど随分離れてる、うん、つまりね、その前で切れたろうって言われてるんですよ、王朝交代があった。だからこれは質問にもあったけど、継体天皇ってのはよその豪族から担がられたんで、本来の皇統の 女帝と結婚させてから女系じゃないかって声があったんだけど、うん、まあ、そこまでちょっと古代専門じゃないけれども、全然違う。五代も離れてるのに持ってきて、実は王朝交代があったんじゃないか。もともと、さっき言った万世一系とか、初代の神武天皇から王神天皇まで、こう、あったけども、25代で一回切れたんじゃないか。だから今でもそうですよ。実在を証明できるのは継体天皇からだっていう。なるほど。だからここに来るまでには、うん、やっぱりその前はね、ちょっと怪しいよ。いた人もいるけど、うん、怪しいよってのはありますよね。でもこれも、まあ、こういう散脱というよりはね、歴史の流れでここから整えていったのかなっていう。だからこうやって考古学的なこともまた踏まえてね。やらないと難しいですね。またいろいろ変わってくる可能性があるんですね。そうですね。はい。次ですけどもね、これね、これも言われてる。敗戦後 GHQ の扱いした図書の中に皇室関連のものがあったやに聞きますが、具体的にどのようなものが禁書にされ、またこの扱いが解かれて返還されたのでしょうかということですね。今ね、国会図書館のデジタルコレクションにあって、刊行されてるのもありますね。最近新聞見ると大川新明の本売れてるでしょ。あれは、ね、あれそうですよ、うん、今やっぱ人気あるんだね。やっぱり大川新明の本とかね、そういうやっぱり広告士官、広告とか公文って言葉が書いてあるのは、まあ、やっぱり戦争終わった後ですからね、やっぱ新国日本というのは、我々が思っているように外国の人にとってはクレイジーだったんですよ。例えば特攻隊がね、天皇陛下団体とか言いながら突っ込んでくるっていうのは、西洋語的な人から言われると、まあ悪いけども、今のね、やっぱりこう、特攻的な攻撃されればさ、んと思うわけでしょ。そこにあったのが広告だっていうのは、まあ誤解が含まれたとしても、あったわけですね。だそういうものはもう GHQ は、やめたと。まあ、もちろんね、なんか、あだ打ち者は、やっぱダメだったんですよね。ああ、あだ打ち者ね。うん、だから、やっぱり、そうなのかな。うん、だからドラマ見てるとわかるけど、うん、韓国ドラマ、中国ドラマは復讐とかあだ打ちってそんなに抵抗ないよね。ないです。日本のドラマはやっぱりあだ打ち復讐ってのは、昔の演劇ならあるけど、今あんまりね、それはやっぱり敗戦の時にね、あだ打ちと少ないと思ったのかなって、勝手に思ってますけどね。まあ、基本的にはですね、返されてるわけですよ。うん、まあでも、返されてる。今、返還されてますね。今でも、皇室関連ということで言うと、むしろ、これ、禁書扱いされたのは、近代よりも前のものよりも、近代以降のもの。近代以降の、あの時代のね、やっぱり広告士官だと思いますよ。公文の、なんとかとか、戦争中のものだと思います、うんうん、まあ、あれですよね。天皇陛下の御ためにね、自分の命は公務のごとくね、扱い、そういう考え方のものについてね、禁書したと。でも基本的には、まあ、大川襲名の僕も、これ、OK になったで、復刊されたら読みましたけどね。あ、読みました。うん、まあそういうものはあるわけですね。ということですね。はい。じゃあ、次ですけどもね。これがちょっとね、あれなんですよね。よく、ネットの議論で出てくる話ですよ。よく、秋篠宮殿下で DNA 鑑定をすべきだという声が上がったり、一般論として、こういう継承については DNA 鑑定を必須とすべきと、外国の例を引いて主張する人がいますが、これらはどう見るべきでしょうか。前回 DNA サンプルをどの時代のものから得るのか、それ以前がどうだったのかもわからない中で DNA 鑑定が後継者の正当性を明かす決定的なものとは日本では何えないのではないかという趣旨のお話をされたと思っていますが、いかがなものでしょうか。まあ、タブーでしょうね。万石計言うんだったらね、うん、どこから測るかっていうのがあるし、また失礼だし、今の日本の皇室関係してできるんですよ、うん、健康診断を受けたりしてますから、うんうん、まあ、しかし、それを公表するかどうか。僕が言ったのはね、歪染色体論はあんまり言うと、そういう結果になるよという警告ですよね。歪染色体論なら、それ証拠見せろってことになるから、それをついていれば、現代で言えば歪染色体は DNA だろうと。だから、そういう議論ってのはあんまり良くないんじゃないかっていう意味で僕は言ってんで、DNA 鑑定しろっていうのは、なかなか日本ではやりにくいし、しかも実際それが、誰がチェックするんですか、そもそも。やりました、やってました、やってました、それでもいいです。で、採火するわけではないですから、ね。採火する。しかも、いつからやりますか、誰からやりますか。それなら、少なくとも、神武天皇なんて、
検査できませんからね。うん、まあ、今、孔明天皇のね、もうお墓もね、毒殺説かどうかで、うん、あったけれども、やっぱり国民感情として、あまりそこまでやるのは嫌だという人もいるでしょうね。まあ、ちょっとね、DNA 鑑定なので、別の意味で、例えば、子供の認知とかそういう関係ではあり得てもね、口頭をちゃんとね、正当につくっていうことについて持ってくるのはちょっと難しいかな。あと、受ける側の人権問題もあるわけですよね。本人が嫌がったらこれできないことなんで、これ難しいかなと私も思ったのにいたんですよね、うん。はい、ということでございます。それからですね、これ一応最後になるんですけど、ね。さっき言っちゃったね。財務関係のチェック。財務関係ですね。だから、そういう組織はあるんでね。まあ、それの資料を見せてくれっていうことは、うん、ただね、さっきも言ったように性善説なのに、それをチェックしろっていう風な雰囲気が上がってるっていう行為を、やっぱりもうちょっと自粛してほしいな、自体考えるべきだろうか、それを考え、昔はそういうこと上がらないですよ、やっぱり。むしろ国民のために金使ってくれてると言って、うん、しかも皇室の金は戦前の場合はね、国有財産とかあるけれども、まあ自分たちの財産としてあるけど、戦後はまあ、公的資金だから、公的資金の使い方について、納税者として怒りを持つのは、ある意味の当然の論理だから、それも言えない民主国家って何なんだっていうのは、当然思われる方いるでしょう。だからそういう性善説を生かすには、人たちがやってるなら安心だよねっていうところを、ノリを超えちゃいけないと思うんですよね。そのノリを超えることを重ねちゃいけない、また。ちょっとそこのところは、ちょっと考えていく問題だろうな。その上でも変な話ですけども、まあ、私はいろいろね、いろんなこと言われ、投げつけられるけど、でも、まあ、裁判でね、うん、出てきた、ちょっと異常なお金の流れ、うんうんうん、しかも、宮家の名前を使ってる。あと、そうですね、あと、それからですね、これはもう過去の話なんで、実名も言いますけども、例えば、友人殿下、三笠宮友人殿下の講演料問題があ、これが私も本当かなと思って、うん、確かめたら、やっぱり団体、いろんな団体が講演呼ばれてますよね。うん、聞くと、はっきり言われますよね。うん、講演料、100万円お払いしましたと。うん、あるいは、うちは100万円払わないので、いくらにしても交渉しましたと、うん。宮内庁まで出かけましたと。うん、宮内庁 もちろん受け取ってのは知ってますと。うん、でも、それが税務申告された話は、ついぞ聞いたことないし、うん、どこに使ってかも聞いたことない。うん、こういうことが、ね、ちょっと不信感なのかな、ね。そうですね。まあ、やることは、皇族の方直接は言いにくくても、うん、その関連したところの一般人のやることは、利用したということも含めてね。うん、それは開示を求めていいと思うんですね。うん、まあ裁判しか方法ないかもしれませんけどね、確かに。まあ裁判になってますからね、現にね、今ね。あと、これ本当怖いことなんだけども、私が刑事告発してるケースですけども、いや、お出ましいただくには100万円払わなきゃいけないよと、2回払ったけど来ないという話が現地に出て、しかもその話をつないだ人が、山科鳥類研究所なんですよ。これはもう曖昧にしたらこれ皇室に対する国民の信頼は本当損なうんだなと、うんうん、これ私で結局反対派の人たちは何言うかあったら篠原でたらめてでたらめじゃなくて裁判記録に載ってることを僕は取り上げてやってるんでね、これはちょっとまずいなと。先生がおっしゃったようにね、やっぱりいちいちそんなことを目くじら立ててね、皇室の方で使うお金についていち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 こう疑わなきゃならないっていうような状態って異常ですから、うん、これやっぱりきれいにしていくってことがね、鍵、うん、なのかなと思うんですね、うん。ということでね、今日、ここまでやるのにおよそ1時間半かかっています。やっぱり200問ぐらい寄せられた中で、どれくらいですね、質問答えられたかわからないんですけど、今日のね、この動画、これアーカイブなんとか残せそうですね。今日くるくるなんだか、はい、ね、大丈夫でしたね。ということで、ぜひ皆さんこれね、今日は昼間にやったということで、それでもですね、5600人ぐらいの方が見ていただきました。これアーカイブに残しますので、ぜひ皆さんね、広げていただいてと思います。またです、この内容については前回を踏まえてね、またもう一回ぐらいやってですね、何らかの形で、ですね、まあ、文字に残したいと思ってますし、それから皆さんから寄せられたですね、多くの質問、もう一度整理してですね、200問近くありますけれども、これちょっともう少し整理して、先生がお答え出していらっしゃいますのでね、これはですね、先ほど述べましたように、私が近々9月から始めるノートですね、インターネットの方のですね、記事、
ですね、非常に部分的には販売するようなシステムでありますが、こちらの方で、公開していきたいと思います。また、今日実は、この5問についてもね、詳しくですね、メモをですね、作成していただいております。こちらもですね、皆さんに活字の形でも提供したいなと考えております。ということでですね、今日は、長い時間ですね。はいはい、暑い中、ちょっと天気も悪かったんですけどね、来ていただいて、先生からお話を伺いました。今日はこれぐらいにさせていただいて、またの機会にですね、皆さんまたご覧いただけるように企画をしたいと思っています。今日は本当にどうもありがとうございました。